サービスなどを導入してからは数日かかっていた承認フローの変更が早いもので数時間で終わるようになりました。さらに承認作業ですね、やっぱりモバイルで対応できるっていうのは移動中に隙間時間でできるようになったのは非常に大きいところですね。今ちょうど社員でいうと700名を超えていくっていうところで、同じ方向に向かってやっていく会社としてもすごく重視している部分かなと。サービスナースというのをどんどん使っていって、当社本来の目的によりフォーカスできます。